遺伝ね。遺伝も面白いよな。昔はさ、血が混ざるって言われてたんだよ。でも血、なんていうの、混血とかあるじゃん。混血のプリンスとか言うじゃん。混血ってあるでしょ。あれってなんか子供、父と母の血が混ざって子供が生まれるって言われてたんだよ、昔はね。でも血なんか混ざんないからね。なんていうか、だって何、 B 型の母親が何、 A 型の子供産めないことになるでしょ。産めないじゃん。なんていうか、血なんかいちいち混ざってたら、混ざるわけないからね。混血なんていうことはない。俺ってね、胸のとこにほくろがあって、そうやってうち の祖父にも同じとこにほくろがあるんですよ。これ多分覚醒遺伝かもしれなくて、こういうことってさ、血がだんだん薄まっていくと、薄まっていく、血がだんだん薄まっていくっていう説だったら、こういう覚醒遺伝ってありえないじゃん。覚醒遺伝って、つまり何、一個世代を隔てて、その子孫にその形質が現れるっていう、先祖返りとかさ、ありえないじゃん。だんだん、ジュースが薄まっていくような遺伝方式だったら。で、まあ、そんなことが昔から分かってて、でメンデルって人がね、何か因子があって、それが水がこう混ざり合うんじゃなくて、何か因子があって、その因子が、伝わっていくらしいってね、遺伝子っていうのを、発案したのがメンデルだよね。遺伝の法則を発案したのがメンデル。すごく素晴らしい方で、きっといつか私の時代が来るって言った言い残した、ね、確かにメンデルさんの時代は来た、ね。まあ、結構ね、幸運な方でもあるんだけど、メンデルさんね。まあ、遺伝もね、最近ね、昔はね、むちゃくちゃパズルみたいな遺伝がね、入手出たけどね、今はあんまりそんなパズルみたいな遺伝は出ないですからね。まあ、あんまりなんていうか、入手で困ってる方はね、そんなに気にする必要はないと思います。まあ、面白いよね、遺伝も面白いよな。ダーウィンさんとかが、ダーウィンさんとメンデルさんって、あんまり、で基本的に話し合ったことがなくて、もしメンデルとダーウィンがガンガンもし議論したら、生物学の未来は変わってただろうね。この遺伝子っていう概念をダーウィンがしてたら、多分ね、もっともっとね、生物学の歴史は変わってた。もちろん歴史にイフはないけど、まあ、なんていうか、俺たちって遺伝子っていう、まあ、実態はね、DNA の塩基配列だけど、遺伝子をこう、遺伝子を子孫に残していくっていうことをやってます。生物体はね、その遺伝子がタンパク質の体の情報なんで、体の情報を後世に残していくわけね。確かに人から人が生まれて、カエルからカエルが生まれるんだよね。そこは昔の人はもう分かってたんだよね。でもそれ一体何なんだとね、どうつながってんだって話が昔から分かってなかった。モーガンとかね黄色症状媒の権威だよね。モーガンさんとかもね、すごい方ですよね。染色体上にこう遺伝子が並んでるってね、染色体地図を作ったね、モーガンの研究室がね、面白いんだけどね。面白い話があって、モーガンって黄色症状媒の権威じゃん。なんかね、でもね、研究でうーんって悩むと、テーブルの上の黄色症状媒を指で潰すんだって、モーガンって。面白いよね愛ねえのかみたいな、黄色症状媒に愛ねえのかよモーガンみたいな。モーガンって超イケメンですよ。検索してください。モーガンって超ダンディーなおじさんで、もうモーガンの研究室は本当に偉大な研究室ですよね。で、なんだっけ、その染色体がね、染色体同士で起こる、乗り換えっていう、現象から染色体地図を作ったんですよね。乗り換えも面白いですよね。体細胞分裂でもね、実は組み換えが起こるんで、面白いでしょ。原数分裂でね、感が起こるけど、面白い。なんか似た配列の DNA が近くにあったら、酵素が寄ってきて、その DNA を切断して交換するんだよね。そのシステムが生物界に保存されてるんですよ。かなり面白い。多分、まあ、遺伝的な多様性を増やすために生じたね、システムなんだろうけど、すげえ面白いですよね。この染色体の乗り換え、遺伝子の組み換えもすごく面白い。たまにね、三角子とかでね、二価染色体でこうくっついて、ここだけで乗り換えが起こるっていう参考書が多いけど、実際そうじゃありません。東大かな、問われた、こうだからね、いいかな、こう、わかるかな、こう。だこれとこれ、これとかね、いろんな染色体と、いろんな染色分体同士で乗り換えが起こって、で、何だけど、それ全部計算するとやっぱり、組み換えかって 50% 超えないんですよ。まあ別に遺伝学進む人だけだね、その組み換え化が 50% 超えない理由をね、ちゃんと計算しなきゃいけない人はね、まあ大学でやってくださいよね。難しいんですよね。あ、未経ねがね、 X なんていうの、性染色体の進化も面白いよね。性別の決まり方ってめちゃめちゃ適当なんですよ。生物によって全然違うんですよね。面白いね。大腸菌とかもね、 DNA を渡す側と受け取る側がね、決まっててね、性別のね、進化的な起源ってね、
結構面白いんですよね。どこが始まりなんだろうみたいな。オスとメスって曖昧な生物もいっぱいいるし、でそのなんていうの、性染色体に乗ってる遺伝子がある、性染色体にも遺伝子が乗ってるから、まあ俺たちの Y 染色体は、まあ、男性化遺伝子とか、まあ、本当にわずかな遺伝子しか乗ってないけど、 X 染色体とかめちゃめちゃ大切な遺伝子いっぱい乗ってるから、その性染色体の上に、性染色体の上に遺伝子がちゃんとあるから、性別によって、遺伝しやすいケースとかがあるんだよね。三毛猫とかね、 X 染色体2本持ってないと形質は、あの三毛猫にならない話もね、まあ、あの資料集とか読めばいいけどね、面白いっすよね。ダーウィンが言ってんすよね、なんで三毛猫って基本的にメスしかいないんだろうってね、ダーウィンが言ってんすよね。面白いよね。ダーウィンはそこら辺気づいてたんだよね。あの人のやっぱなんていうか、見るところすごいっすよねみたいな遺伝でした。